山口県立大津高等学校は山口県長都市東深川にあった公立高等学校、全国高等学校ラグビーフットボール大会と全国高等学校軟式野球選手権大会の常連校であった。二0 1三年三月をもって山口県立水産高等学校、山口県立非沖農業高等学校と統合し山口県立大津緑を高等学校に 再編されて、並行となった。全日制地域の生徒数の減少もあって、長都市内にある3つの県立高校を統合する計画が立てられた。当初は、大津高校と近隣にある水産高校の2校による統合が計画、予定されていたが、両校の出身者を中心に、この統合に疑問を唱えるものが多く、長都市議会でも年月日、本会議において、 長戸市内の県立高校の再編統合計画の撤回を求める意見書を全会一致で可決。これを受ける形で山口県教育委員会は大津水産業高校の統合計画を一旦白紙に戻した。2008年山口県教育委員会は今度は大津高校水産高校に日置農業高校を加えた参考統合案を 公表、翌2009年8月までに地元住民への説明会やパブリックコメントの募集を行ったが、これについても地元で計画の凍結を求める意見が出されるなど、計画に反対する意見が依然として根強いものがあることを示した。2009年9月、県教育委員会はパブリックコメントで一定の支持が得られたとして、3高校を統合再編して、 新高校を2011年に設置すること、三高校の施設を利用するキャンパス方式によること、新高校の名称を山口県立大津緑を高等学校とすることを内容とする三高等号再編を正式に県高校再編計画に盛り込み、県議会9月定例会に関連条例改正案を提出した。会期中に長都市議会による撤回を求める。 意見書や市民グループによる条例改正案撤回の請願が提出されるなど、したが、県議会本会議で条例改正案は可決され、再編計画を実施。大津、水産、費用機能の参考は2011年度から新規募集が停止され、在校生が卒業する2013年3月をもって閉校となった。ありがとうございます。